桜型原子力潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の攻撃型原子力潜水艦の艦級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は971型潜水艦、計画名は、市中カ・ B であった。公式の艦種類別は、当初は一等大型原子力潜水艦、1992年以降は一等、潜水巡洋艦となった。 ソビエト連邦海軍のドクトリンでは、戦略核の運用、米空母戦闘軍の阻止、米 SSBNSSN の阻止、欧米のシーレーンの破壊という4つの戦略目標が掲げられていた。1970年代以降、アメリカ海軍の潜水艦戦力の激増を受けて、米 SSBNSSN の阻止が最重要目標に繰り上げられた。 1973年には、アーガス国家対戦総合プログラムが発動されると、同時に対戦線の指揮統制を担う総合 C4、i システムとして、ネプチューンの開発も着手された。これは、水中固定超音機や、消火機が投下するその部位、衛星や各種鑑定などセンサーからの情報を、統合処理し、対戦線資産に指令を下すシステムであった。 攻撃源泉は仮想的の潜水艦を発見、捕捉、撃破する可能性が最も高いと見積もられ、対戦線システムの鍵を握る重要な存在と位置づけられたものの、積数の不足が問題になっていた。これを受けて、1971年より第112設計局において第3世代 SSN の開発が着手された。 まず945型が開発され、一番関係 -239 は1979年より建造が開始された。しかし同型は、船体構造材として、チタンオ金を採用したことで、船舶が高騰した上に建造できる造船所が限られたことから、当初は30隻という大量建造が計画されたものの、建造数はどんどん削減されていき、結局、 改良型の 945A 型を含めて4隻が建造されたのみとなった。1976年7月、共産党と政府は第3世代の攻撃厳選勢力を早急に拡充するため、945型を原型として、厚生の潜水艦を建造するよう指令した。これを受けて建造されたのが971型であり、レニングラードの 第143設計局は基本開発の段階を踏まず、ゴルキーの第112設計局から取り寄せた技術案を用いて設計を開始した。主任設計官には671型シリーズを担当したチェルニチョフ局長が任命された。1977年9月、政府と海軍総司令部は971型の建造プロジェクトを承認した。 一番関係マイナス284は1983年11月11日に寄港された。971型は、公主双方の基本任務に加えて、機雷敷設、偵察、特殊工作、陸上施設の破壊など多岐にわたる任務が予定されたことから、高度な静粛性が求められた。構造様式は従来通りの複格式が踏襲された。 船体とセールの形状は 671RTM 型に類似しており、センダは艦首水薦状引き込み式である。またシエラ型と同様に、セール内には乗員脱出用のレスキューチェンバーが装備された。艦内は7区画に区分されている。船体構造材としては AK-32 高張力鋼が採用された。航服体力は 100kg フォース。 平方ミリメートルとされており、シエラ型に匹敵する、光子先行深度600メートルという新深度先行能力が確保された。圧海深度は900メートルと言われている。ただしこのために、シエラ型と比して、水上排水量にして1000トンの増大となったほか、予備浮力も、シエラ型では29%であったのに対し、本型では26%に減少した。 設計にあたっては、潜水艦の静粛性や流体力学上の問題を研究していた、クルイロフ記念中央研究所もプロジェクトに参画し、第143設計局とともに模型実験を繰り返して、水中放射雑音の低減を徹底した。船体表面には64ミリ厚の水中吸音材が設置されている。また使用装備、発令所、格式書は、 モジュールとして製造され、防振装置を介して内角に組み込まれている。この防振装置は、細かい振動を吸収するゴムと、大きな振動を受け持つ圧縮空気サスペンションの二段式であり、水中放射殺音の低減とともに、水中爆発の衝撃から、乗員、機器を保護する役割もある。米ソ潜水艦の水中放射殺音の水式は、 基本的にはシエラ型の構成が踏襲されており、OK ケーマイナス 650B 加圧水型原子炉とタービンを一機ずつ搭載し、7翼のスキュードプロペラ一軸を駆動する、方式とされた。出力は五万馬力に増強された。なお、OK ケーマイナス650は、ソ連の原戦用原子炉としては、第三世代にあたり、核燃料は、ユル3、燃料棒は百九十九本で、 ウラン235の量は1 6 0ラム、出力4 6ットとされている。蒸気の通りに優れた船体設計もあり、本型は極めて静粛な艦となった。水中放射雑音レベルは通常動力型の877型と同程度、アメリカ海軍のロサンゼルス急原子力潜水艦よりわずかに大きい程度であった。 アメリカ海軍のソッスは6から9ノットで航行中の971型を全く探知できず、また、ロサンゼルス級も1995年にアメリカ合衆国先海岸を紹介中の改め971型、数隻の追尾に失敗した。ロシア側の専門家は、ロサンゼルス級のアン、B99-5 ソナーで971型を探知するには、 冬のバレンツ海であれば10キロ以内に接近する必要があり、海峡が悪ければ探知不能であると見積もっている。また、補助機関として DG-300 ディーゼル発電機2機と112機、1軍の蓄電池が搭載されている。水平荷には補助電動機2機が取り付けられており、水上をモノットで走ることができた。アメリカ海軍のロサンゼルス急限力潜水艦の ソナーがデジタル信号処理を導入していることが判明したことから一番艦の機構前にあたる1980年大規模な設計変更が行われた。これにより本型は MGK-540 スカット3統合ソナーシステムを搭載した。これは艦首に設置した単身儀の円筒形アレイとともに船体側面に設置した フランクアレイや上部重打状のポットに収容した栄光アレイから構成されており、音響信号処理のデジタル化も図られた。時間騒音の低減によって、18入り口雑音レベルが低減されたこともあり、探知距離は700キロに達する。またユニークな機能として、鉱石の追尾があり、数十時間前に通過した間の鉱石も識別できるとされる。 潜水艦情報処理装置としては、671RTM 型で採用されたオムニブス型の改め型が搭載された。またシムフォニア全移動公開装置、メドベジタ971型広報システム、ジクロン衛星広報システム、モルニア MTS 自動通信システム、津波衛星通信装置なども装備された。 971型では、水圧式の 533mm 魚雷発射管4門と 650mm 魚雷発射管4門が装備されており、並走搭載数は945型と同様に40本とされた。その後、65から7 60体艦魚雷の陳腐化に伴い、改め971型及び0971例。 型では 650mm 魚雷発射艦は、廃止されて 533mm 魚雷発射艦8門となり、これにより並走搭載数は45本に増加した。搭載並走としては、テストマイナス71魚雷、シクバル超高速魚雷、RPK マイナス6、ボードバド、RPK マイナス7、ベテル対戦ミサイル、RK マイナス55、 グラナート巡航ミサイルが用いられていたが、後に、巨来は、アグストに更新されたほか、対戦ミサイルも新型の 91RE1 が開発されている。また、不常時の防空用として、携帯式防空ミサイルシステム18機を搭載している。ありがとうございます。